はい、皆様ごきげんよう、てるてる百貨店の時間になります。今日はですね、こちら、家族からの要望で、買ってきました。雑誌はですね、はい、こちらステディの9月増刊になります。はい、9月増刊なので、こちらは、セブンイレブン、セブンネットショッピング限定になります。はい、で特別付録として何がついているかというと、リラックマのミニ財布になります。はい、こんな形でカード入れが4つついていたり、お札が入るところが2つに分かれていたり、あと小銭入れがついていたりと、結構機能的には、いいものになります。はい、でサイズについては、こちらに縦 8.5 横 11、マッチ3という形についていますが、私の概要欄の方に、サイズ、あとは、この雑誌の URL を載せておきますので、そちらも、参考にしていただければと思います。じゃあ、こちらですね、開封して、実際商品見ていきたいと思います。はい、その前に付録についてはこんな形でついています。特に、宝島社さんだと段ボールの箱に入っているんですけど、今回は、そのまま、ついていました。はい、サイズについては先ほど言った、10センチの数字になりますけど、まあ、見た目的にですね、こちら店頭にある雑誌になりますが、重ねて置いてみた感じ、まあ、こんな大きさです。だいたい雑誌の横幅との2分の1と同じぐらい、縦はだいたい3分の1ぐらいですかね。はい、まあ、雑誌に挟まれて、紐で縛ってある場合は見えないと思いますので、まあ、雑誌とですね、だいたいこのぐらいの大きさということで、参考にしていただければと思います。じゃあ実際、袋を開けて見ていきたいと思います。はい、じゃあ、開けたいと思います。はい、はい、ですね、表面は、リラックマということで、こちら刺繍ではなくてプリントになります。はい、プリントですね。はい、で裏面に、小銭入れがついています。じゃあ、まず小銭入れ開けてみましょう。はい、ボタンですね、ボタンで、小銭入れになってます。はい、ボタンとしては、しっかりしたボタンです。で中は、ちょっとキルティングですね、キルティングの素材になってます。表面は、レーザーっぽいんですけど、中は、キルティングっぽい素材になってます。で革はここ柔らかいですね。ちょっとあまり大量の、小銭は入れられないですけど、まあ、例えば1000円を小銭に崩した、500円玉とか入れて崩したぐらいの量であれば入ると思います。多分柔らかいので結構伸びると思います。じゃあ今度こっちですね。はい、ここもボタンになります。ここのボタンも非常に、はい、問題なく開きます。でこちらは、両面開きになります。で中はさっきの小銭入れとは違って、こちらはナイロン素材ですね。で全面的に、ですね、まあ、全面的に、印刷がしてあります。はい、でですね、こちらですね、こちらにカード入れが1個2個あります。で真ん中にも、カード入れがあります。こことここですね。ですね、なのでさっきカード入れ4つって書いてあったんですけど、1個2個、あ、3個4個ですね。こっちに2個、こっちに2個です。でここはないですね、ここも特にないです。なのでこの面で、物が入れられるのはここ1、2、3、4です。
こことここは、入らないです。でここは、ボタンがある厚地になってます。であと中ですね、こちらはですね、はい、こんな形でまずお札入れが 1箇所でパーティションがあって2箇所とちょっと段差がある形ですね。こんな形で、ちょっと段差があってパーティションがついてる形になります。まあ例えば1万円札みたいな大きいのかね、こっちが5000円札と1000円札もしくは、まあ、1万円5000円1000円札といった形が取れるかと思います。はい、以上となります。ちょっと簡単ではありますが、お財布としての機能は、こういう形になりますので、まあ、ここがパーティションが分かれてますと、お札入れのところはパーティションがあります。カード入れが 1,2,3,4 つありますと、それ以外は特にないですといった形ですね。ただこちら、小さい、お財布って形なので、ちょっとした持ち歩きであったりとか、あとはまあ、大人の方がやっぱり使いたいなっていうのもあるんですけど、例えば中学生高校生ぐらいの、方でも、非常にいいんじゃないかなと思っております。はい、表の生地も結構、ファインダー越しで見えてると思いますけど、普通のつるっとしたレザーではなくて手触りのいいザラッとした、レザーになってます。はい、以上となります。はい、こんな形で、引き続きいろんな雑誌の、付録をレビューしていきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。またこの動画、いいと思ったらグッドボタンよろしくお願いします。はい、以上となります。てるてる百貨店でした。バイバーイ。